ですね、はい、気をつけ例ですけどね音玉史上初の、今から立った状態で説明するという状態ですね、はい、これね前ご覧になってあれですけど4種類スネアですね、うん、スネアがあるわけですけどもねマニアックやわほんまにねいやもうじゃあ順番でいきましょうかね、はい、これね、前回高橋くんが出た時のあれですけどピッコロスネアですね、ピッコロこのちょっと薄銅になってるやつですね、はい、これパールのブロンズの金属のねブロンドなんでブロンズなんで銅です10円玉です。ああなるほど銅でできてるんですか、うん、お明るくてそうですよね締まりのあるこれねちょっと軽く叩いてもらった方がいいかな、うん、そうですねはい、まあピッコロスネア飛びますからね。でこれなんすか？これミュートですね。あだからもう音の長さがミュートこう伸びるんで割とこうあこういうことちょっと短くなって残響を短くしようかそう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 というこれね。あなるほどね。見とるわけですね。これピッコロスネア。うん僕の知ってるアキさんはメインはこれじゃないはずなんですよ。どっちかというとこのぶっといコースあたりだからねそんなに出番ないですなんですね。で次これですね、はい、これがメインですか？これはね一時期メインだったですね。ラディックの LM402 というやつでほうほうほう、ラディック、うん、ラディックっていうでドラムではすごく有名なメーカーですね、うん、あそうなんですね。そうです、はいはい、もうでレモの、CS ヘッドって貼ってるんですけれども、はいリムがダイキャストっていうやつでね、ちょっと厚みのあるおでやっぱりハードロック系のスネアなんでこれもリムショットバンバンあのリムショットって言ったら真ん中とあと縁を一緒にそこで叩くんですけどもう振るねきますね。だからこうネジが緩まないようにこういうのをねああそうそうなんかありますねこれね。へえこれねリムショットってねこうリム叩くからねやっぱこうネジを締めててもここがこうちょっと下がるん多分ね。あなるほど。だからこれがちょっと緩んでくるんですよ演奏中に、はい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 、本当にバンバンやってるとね1曲2曲したらなんかものすごい緩むんですよ。あだからドラムの人ってこう途中でクリ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 、うん、やるの緩んじゃうんですよ。あそうだからそれをこう防止するやつなんですけどね。へえ、うん、やっぱもうずっとやってるとこういうところもちょっとずつ、うん、そうそうそうね緩んじゃうわって、うんね、これをつけてます。これ昔はメインやったりメインじゃないわけですね。今はねそんなに、うん、ライブとかでもそんなに使ってないですね。じゃあかといってですよ、はい、これメインじゃないですよねこれはねもうこれが僕は今回ねドラム今まで見てきたんですけど初めて見ましたこういうスネアこのウッドウッドした感じでしょ、ね、はい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 、はい、木工品みたいな。まあ、ボディはね、木なんですけども、バーチという材質の木なんですけれども、バーチ で、うん、で、それが6プライかな、6枚か7枚か、こう、ミルフィーユみたいになってますでしょ、ここのボディが。ああ、木ね、はい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 、そうそうそう、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね、これちょっと取りますわ。それをこう重ね合わせてる、7プライやったかな、ぐらい。ヤマハの YD9000 っていうやつのバーチの。深さ7インチっていうだいぶ深さがあるやつなんですけどね。へ7インチはすごいですね結構ね。あ深さありますね、うん、それにこのヤマハ のヴィンテージフープっていうメイプルでできた、うん、この、ま、ヴィンテージフープってヤマハって書いてますけど、はいはいはい、おー踏みますね。はお上下にしてまあまあもうあえてもう木の感じを見た目も出してるという、うん、いやなんかレトロというかなんていうの、うんこれリムショットしてここ縁壊れません？あ、これ大丈夫ですよ。これ大丈夫なんですよ、意外と。はぁ、すごい、うん、初めて見たっすわ、こういうスネア、うん、結構もう、なんちゅうかね、音の通りもいいですと。そうですね、大きなバンドの中で、大きな音の中でやってても割とちゃんと通る。あ、そうなんですか。しっかりしたドラムですと。へぇもう、ね、どのぐらいかな45年ぐらい前のそうなんですね、うん、そうなんだいぶ昔に大昔のこのドラムですよこれこうスネアだけ当時はこれを買ったスネアは一番初めに買った太鼓全体がこんなんではないわけですか。ヤマハの YD9000 っていうのはもう全部バーチで、うん、
ですわ。すごいですね、はい、うん、はは。あ、でもこれがまあアキさんの今のハードロックバンドでもメインではないですね。メインじゃないですね。こうなるとですね、やっぱりもうこれですか。これ今メインこっちです。これです。これがね、またこれがね、大体これは重たい。この辺だって4キロぐらいなんです。全然違う。 4.3 キロぐらいなんです。重たい、これ重たいですわ。ちょっとあの映像では伝わらないですけどこれ重たいですね。重たいですね。これね、 8.8 キロぐらいあるんですよ。倍、倍あるの。キロ、うん、これはちょっとすごいですよ、これ、うん。なんでこんな倍の重さになってるかっていうと、このボディ自体が裏側から見て、あ、なる、これ見たことあるぞ、これ。あ、これはね、これあのスナッピーっていうバネなんですけど、ここの、これがね、ボディの 厚みですが、6ミリぐらい。はい、はい、ちょっと作らせてもらいますね。あー、分厚い。分厚い。厚みが分厚い。厚みが分厚い。で、深さ 6.5 インチなんですけれども、まあ深さもあるんですけれども、とにかくこの金属の厚みがすごいのと、あとこの縁が、このリムがですね、切削リムって言って、こうあのヤマハがもう削り出しの、あ、一番一枚もんから削って、一枚もんから削り出しのリムです。これでそれを上下はめて。これも1個でも重すが重たいですけどね。あ、リムだけでも重たいですか。で、なおかつ厚みボディがボディで、ヘッドがアクエリアンのハイエナジーっていう一番耐久性のあるごっついヘッドをつけて、あー、もうアキさんらしい感じになってきましたよこれ。それを、太いスティックで、いや、はい、後でスティックの方もちょっと見ていただきます。そうですね、太いスティックでぶったたくという、はい、だからあの和太鼓で、和太鼓、大太鼓ってボディ厚みがあって大きくて、はい、でそれに分厚い牛の皮を張って、張ってます。それを太いスティックじゃない、バチで叩きますね。ドーンと叩くから大きい音がするんで、あ、だから小太鼓薄いのを小さくして薄いのを細いスティックで叩いたら、その出囃子とか、うん、相撲の時のタンタランタランタランとかあるのあるんやけれども、大太鼓は大きいボディ、重たいボディで。分厚い皮を張ってすごいスティックを叩いたらゴツゴツするっていう、その太鼓の皮、祭りの太鼓の皮、理屈で組み立ててるという。なるほど。だから音大きいってなる。だから音大きいの力っていうよりも、あのそういうあの機材使ってるから音大きくなってる。これちなみにどんな音出るんですか。あ、なるほど。違うね、やっぱりこういう音になるんですね。こう、なるほどね。これそんな感じですね。オーダーメイドとかですか、それともこういうのが。あ、こういうのあります、あります、あるんですね、うん。今じゃあメインはメインこれですね。やっぱりそれですね。はいはい、重たーと思いながらってた。なんせね、重さが全然違いますね。もう、はいはい、感覚でも分かるぐらいやっぱり2倍ありますよね、うん、そうなんですよ。じゃあさっきちらっと言ってたスティック、はい、うん、ちょっと見せてもらいましょうかね。はい、じゃあスティックですけども、まず、太い今まで見てきたプラマーさんのやつより太いイメージですね。今日はメインはどれですかね。メインね、今このやつ使ってますね。これが、メーカーどこだったかな、プロマークの、トミー・アルドリッチっていうドラマーのやつですね。これをメインに使ってます。でリムショットが多いので、例えばこのぶっといやつも、うん、新品やったら綺麗ですけども、リムショットずっとやってるんですね。こういうふうになっちゃいます。なんかあのネズミにかじられたようになってますけども。そう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 。これが全部リムで削れていくわけですね。削れちゃうんですよ。あ、一時期よく使ってた、あの今ねこれ発売中止になってるんですよ。アレックス・ヴァンヘイデンのモデルの細くて長い、ものすごい長いんですよこれ。細いですね。細い、細くて長いやつでね、こう振ってたらものすごくこう長く見えるんですよ手が。はい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 、はい、それもね、リムショットこういうふうになっちゃう。うまいですね。
すごいですね。やっぱりあのパワフルなドラマだから余計なんかもしれないですけど、見てくださいこの削れ具合。うん、すごいね。消耗品です。これはすごい。そしてあの特徴的なのがこのエンドのところ。そうそう、滑り止めみたいなの貼ってるんですね。すっぽ抜けるんですよね。うん、はいはいはい。あのこう手振るんで、うん、だからこうなんていうかな、ここにこういうのついてると。手の感触で引っかかるし、スティックのどこ持ってるかが分かると。あ、なるほどね。うん、で両面テープで、テニスとかのグリップの、うん、はいはいはい、あれをこう貼り付けてるんですけど、ね、一応あのこんな感じで。いやー、これはなかなか。スティック忘れ物ってスタジオでパッと見て、あ、俺のやって分かるんですよ。これはなかなか他の人持たないと思いますね。これいいっすよ。これみんなやったらいいかなと思いますけど、だから改善提案ですか。改善提案じゃないですけどね。全部やってます。はね、これやっぱりスティックドラマーによっても全然違いますね。違うと思いますね。うん、あのあんまり細かいことを要せへんので、まあ、大きいのでもう振り回してだんだん叩いてるって感じですね。うん、なかなかだから特徴的ですよね。うん、あのより大きい音をいかに出すかっていう。うん、ところで考えると全部理にかなってますよね。スティックの選別も、うん、ドラムのそのスネアのその仕組みとかもちょっと納得できましたね、はい、ということでこれがね今あここで見れる太鼓とスティックぐらいですけども、うんうん、また他にもね、ペダルであるとか、そうですね、あるんで、これはちょっと実際のドラムセットしていただいて、うん、ちょっと聞いていきましょうかね。そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、いよいよドラムに座ってもらって、うん、全機材紹介になるんですかね。あの前回のドラムの時でも言ってこの当たる部分がビーターって言ってた、ね、ビーターその後の打ち上げでね攻められるんですよ。なるほど。ライブの音出しみたいな感じの大丈夫です。